また今度にしよう。俺はいつも傷つくことを恐れて行動できなかった。ああ、今日も行動できなかったな。よう。ああ、リンさん。マスター、ポンジュースロックで、暗い顔してどうした？いや、可愛い子に声をかけようとしたんですけど、なかなか行動できなくて、俺恋愛も勉強も仕事も全部中途半端なんですよね。なるほどな。なんで行動できないか知ってるか？え、なんでだろう。考えたことなかった。それは今行動しないと人生が行き詰まることを知らないからだよ。行き詰まる？はあ、お前、正直今行動しなくても将来なんとかなるって思ってるだろう。え、はい。いつか自分を好きになってくれる女が自然と発生すると本気で思っているだろう。うん。ないぞ。傷つくことを恐れて行動しない人は一生変わらない。50歳になっても同じだ。残念だけど時間はお前の問題を解決してくれないんだよ。でも不安なんです。拒絶されるの怖いし、田舎者だってバカにされるのも怖いです。失敗したくないんです。お前は何も分かっていないな。え、その不安を消す唯一の方法が行動することなんだよ。何？行動すれば良くも悪くも答えが出るんだ。答え？そうだ。例えば告白して女の子に振られたらなんでダメだったのか考えるだろう。うん。失敗したことで今やっていることは間違いだと気づくことができる。つまり成長するんだ。成長？そうだ。でもここで告白しなかったら答えが出ない。頭で考えた不安に一生苦しめられることになる。うん。エジソンは言った。どんな失敗も新たな一歩になると。なるほど。失敗しないで成功だけしたいなんて傲慢にも程がある。うん。たとえ振られることが分かっていても恋愛しろ。うおぉ。それにな、結局若いうちに行動するのが一番楽なんだよ。そうなの？ああ、若者は失敗が似合う。失敗したら先輩から教えてもらえるし、友達に笑ってもらえるし、本気で叱ってもらえる。なるほど。年を取ると誰からも教えてもらえないし、叱ってももらえない。気力も衰えるし、なかなか失敗もできなくなってくる。うん。だから今行動しないと年を取ってから必ず後悔することになる。たくさん失敗して成長して大人になれ。うん。怖くても行動か。そうそう、虫歯と同じだ。怖くても早いうちに歯医者に行かないと人生も歯もボロボロになる。こわー。リンさん、ありがとうございます。ああ。俺もっと行動して失敗してそして成功するよ。ああ。リンさん、いつもありがとうございます。ああ、また行動したら話聞かせてくれ。はい。今回はコンサルティング会社の創設者であるロリー・バーデンさんの書かれた自分を変える一つの習慣を解説していきます。一つ目は、人は放っておくと楽な方へ流れるだな。さっき言った通り、成功者は目標を達成するために面倒くさいことや気が進まないことでも我慢して実行できる人だ。じゃあなんでこんなに成功者が少ないんですかね。それだけなら誰でも成功者になれそうですけど。うむ、それはシンプルにみんな面倒くさいことや気が進まないことを先延ばしにして今楽な道を選ぶからだ。今楽な道か。そうやって今だけ楽な道ばかり選ぶから、将来にお金がなくなったり肥満になったり病気になったりして大損するのだ。なるほど、完全に俺だな。覚えておいてくれ。今楽な道は将来損をすることが多いんだ。そしてみんな楽な道を探し続けている。簡単に痩せる方法、誰でも稼げる方法、何もしなくてもモテる方法、そういうものに飛びついてしまう。でもそうやって目の前のめんどくさいことを避ければ避けるほど人生はどんどん辛くなっていくんだ。そうだったのか。うん。逆に成功する人は目的を達成するために今めんどくさいことを乗り越える。次は、問題は小さいうちに潰すべきだな。さて、では今が楽しければいいという感じでやるべきことをめんどくさがったり先延ばしにするとどうなるのかというと、一番きつい事態に追い込まれる。一番きつい事態？うん、そうだ。例えば目の前で火が燃えているとして、今すぐにその火にバケツ一杯の水をかければ火を消すことができるんだが、怖くなって火が燃えているのを見なかったことにしたり、もしくは火を消すのを先延ばしにすればするほど火はどんどん大きくなっていき、もうバケツ一杯の水では消えなくなってしまう。そして最終的には家が全焼したり隣の
の家を巻き込んだり死人が出たりする。そうですね。こんな風に本当は向き合うべき問題を避けたり見なかったことにすればするほど将来一番きつい状態になるというわけだ。なるほど。借金もほったらかしにしておくとどんどん膨れ上がっていくのと同じですね。そうだ、虫歯も同じだな。もし成功したければ今すぐに自分の抱えている問題に真正面から向き合って問題がまだ小さいうちに潰しておくべきなのだ。次は今ちょっと辛いけど将来自分が得できる道を選び続けるだな。例えばソファーに座りながら今からスポーツジムに行くべきか家でダラダラしてテレビを見るべきかで悩むことがあるだろう。ありますね。スポーツジムに行くのはめんどくさいし外は寒い、おまけに雨が降ってきた。でも将来の自分が得できるのはジムに行く方だ。そうですね。他にも投資にお金を使うのか遊びにお金を使うのかで迷ったとしよう。はい。このお金を使えば欲しい服やゲームを買うことができる。だが将来の自分が得できるのは投資をする方だ。だったら少しだるいけど遊びに使えるお金を投資に回すことだ。だからもしお前がお金持ちになりたいのなら迷った時に将来の自分が得できる方はどっちだろうかと考えてみることだ。次は小さな選択の積み重ねが成功を呼ぶだな。一回だけ正しい決断をするのでは意味がない。成功者になりたければ毎日今はちょっと辛いけど将来に得ができる道を選び続けなければならないんだ。毎日続けるというのがポイントだ。めっちゃ大変じゃん。ああそうだぞ。簡単な話、 YouTube に一動画だけアップしてお金持ちになった人はいないし、ブログを一記事書いてお金持ちになった人もいない。何事も続けるから結果が出る。もちろん悪いことも同じだ。悪いこと？ああ一回だけタバコを吸っても別に悪いことは起こらない。だが今だけ楽な道を選び続けてタバコを吸い続ければいつか病気になる。こんな風に2つの道で迷ったら日頃から今ちょっと大変だけど将来に得ができる選択を取り続けることだ。わかりました。次は5年後にどんな人生を送りたいのかを明確にするだな。今はちょっと辛いけど将来の自分が得できる道を選び続けるためには5年後に自分がどうなっていたいのかの具体的なイメージを持つことが大事だ。どこに住んでどれだけお金があって誰といて毎日どう過ごしていたいのかを具体的にまずイメージしなければならない。そのイメージを叶えるために今めんどくさかったりだるいと思うことをやるのだ。逆にやる気がなく努力できないのは今やっていることが5年後にどんな人生を送りたいのかとつながっていないからだ。なるほど。こんな風に自分が将来どうなりたいのかがはっきりしていない人や分かっていない人は何も頑張れないし常に楽な方に流れまくるということだ。次は怖がりながら行動するだな。例えば人間ドックをやるのが怖いなと思いながら将来のためになるのならやる。海外に行くのが怖いなと思いながら将来のためになるのなら行く。相手に好意を伝えるのが怖いなと思いながら将来のためになるのなら伝える。なるほど。確かに怖くても行動はできますもんね。ああみんな現実に向き合うのは怖いんだ。でも知っておいてくれ、恐怖が増すのは行動をしないからだ。行動しないから怖さが増す？ああ海外に行ったことがないから海外に行くと怖い外人にカツアゲされるんじゃないかみたいな怖いイメージが膨らんでしまうわけだ。でもその恐怖は大体幻だ。幻だと知るのは行動した後だ。怖がりながら行動するのだ。そうすれば恐怖は小さくなる。最後は誰かが自分の夢を叶えてくれると思わないことだな。もう一つ私たちが行動できない理由として待っていれば誰かが欲しいものを与えてくれると信じているというのがある。待っていれば与えられる？将来どうなっていたいのかは人それぞれだと思うが、その目標を達成するためには他の誰でもない自分が今ここで行動を起こすしかないのだ。行動しなければ学習した知識や能力、若さが無駄になってしまう。自分でもぎ取るしかないんですね。そうだ、他人は誰もお前のために動いてはくれない。誰かが自分の夢を叶えてくれると思わないことだ。だからお前も日頃からちょっと辛いけど将来に得ができる道を選び続けると決めることだ。